よし、今日はこの設備の使用受領図サインもらうぞ。無事に収まって編集できたら昇進間違いなしだぞ。よし、お客さんのとこ行くぞ。五十嵐部長、今日こちらの書類にサインお願いします。あの設備ね、待ちに待ったあの設備ですよ。期待してんだよ、うちでも。この設計すごいいいですよ、これ見てください。五十嵐部長が望んでいたメンテナンス性もバッチリなんで、これがこの扉ってこと？あ、そうですそうです、これこの扉でメンテナンスも簡単にできるんで、この扉開けてこう手入れて、これまでの、まあ、装置と同じように手入れできると思いますよ。これだったらじゃあうちの現場の人も、まあ、メンテナンスできそうだし、問題ないかな。よし、いいよ。ハンコどこに押すの？あ、ハンコここにお願いします。はい、はい、いや、3ヶ月後楽しみですね。そうだね、はい、まあ、じゃあしっかり頼むよ、はい、頑張りたいと思います。じゃあ図面持って帰って。あ、はい、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。じゃあ次立ち合いだね。はい、完成したら連絡しますので。そうだね、はい、またあそこでお刺身楽しみだね、立ち合いの時ね。はい、またあの予約しとくんで、うん、食いはね、お魚美味しいから。そうですね。いや、五十嵐部長、わざわざお越しいただいてありがとうございます。いやいや、もう今日ね、楽しみしてたから、はい、立ち会い。そうですよね、目で見てやっと、うん、それ実感湧くと思うんで。そうだね、はい、五十嵐部長こちらへどうぞ。じゃあ行こっか。はい、こちらが完成した装置になります。お、いいね、ちゃんと出来上がってるじゃん。はい、はい、見てください、これいいですよね。あれ、これどうされました？いや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 、これさ、メンテナンスの扉？はい、こちらメンテナンスの扉になります。いや、あるけどさ、はい、これこっちの側面ないやん。ないよね。え、で、え、あ、え、サインいただいたとき。いやいやいや、でもさ、ここの正面のさ、メンテナンスの扉だとさ、ほら、届かないじゃん。はい、いや、でも、あ、ここにもこれないとダメじゃないの？これ、まあ、サインいただいたというのもあります。はい、こちらの書類サイン、あの時の書類なんですけども。いや、これ確かにさ、反抗したけど、キャドウチさんの説明だとさ、メンテナンスの扉、私確認したよね、あるよねって。はい、そうですね、こちらの扉を私も説明しました。もしかしてここにも扉あるというふうに思われ。いや、君の説明だとそうでしょ。っていうかさ、そもそも御社はこんなメンテナンスができない設備出荷するわけ？いや、これで出荷してもらったら困るよ、うちは。はい、君の説明が悪いんだから。申し訳ございません、対応に関しましては社内に戻り確認させていただきます。いや、これじゃダメで、うちは受け入れられない。そこをなんとか。いやいやいや、これだとだってメンテナンスできない。君の説明だとさ、メンテナンスの扉あるよっていう話だったし、はい、この図面がそもそも分かりにくいんじゃないの、これ。あの時は結構いいなって反応いただいて。いや、ダメです。ここにあるって勘違いしたのか。もう出世できんやん、家のローンあるし、どうしよう。機械もこれ収められないし、設計からも詰められるし、納期伸びちゃうし、これどうしよう。うわ、松藤次長にしばかれる、始末書だ、これどうしたらいいんだ。わお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 わ、夢か。いや、怖かった。なんで2次元で提案しちゃったんだろう。夢の反省生かして3次元で提案するぞ。五十嵐部長、設備の図面持ってきました。おお、はい、受領図ね。受領図持ってきました、うんうん、やっぱりあの図面だけだと分かりにくいかと思いまして、うん、こちら3次元のモデルも持ってきました。うん、3次元で見れるんだ。はい、気が利くじゃん。やっぱこちらで見ていただくと分かりやすいかなと思いまして、うんうん、こちらのメンテナンス用の扉なんですけれども、うん、いかがでしょうか。こちらから手伸ばしてメンテナンスすると作業しやすいかなと思いますので。これでもさ、はい、これ反対側向けてくれる？あ、はい、こちらですかね。これ正面のドア開けられるかな。はい、うん、こちら開けることができますね。ちょっと簡単に開けてみましょうか。まあ、イメージレベルでこんな形で。あ、ちょっと中見せて。はい、こんな感じですかね。これさ、はい、奥の左側のジグ、うん、はい、まあ、傾斜させるユニットか、ここですね、うん、はい、そこの面って手届かなくない、これ。あ、確かにこれで見るとちょっと届きにくそうですね。だから反対側の板金のところにもカバー欲しいよね。あ、そうですね。じゃあやっぱりこちらにもカバーできるように。そうだね、はい、だからこれちょっと図面手書きで直してくれる？わかりました、うん、そこを直したんなら反抗すし、でも早期に直してまた持ってきますので、うん、追加の費用かかると思うから、それはいいよ、はい、あ、
ありがとうございます。見積もりしてくれて。はい、わかりました。じゃあそこも見積もりした状態で改めて提案させていただきますので、よろしくお願いします。うんうんうん、とりあえずちょっと今図面にさ、手書きで直しちゃって。はい、じゃあもう一回3次元モデル上につけてみます。あ、そう、はい、それも見たいね。はい。そしたらもう今すぐ承認しちゃうからさ。あ、ありがとうございます。すごいね、山内くん。営業なのにそんなキャド触れるんだ。今の時代3次元キャドですよ。こちらですよね。うん。はい、じゃあこちらに扉をつけてみます。こういった形ですね。そうだよね、はい、さっきのところメンテナンスできそうだね。そうですね、はい、いいね、はい、じゃあこれさ、この今のこの図面に素焼きで追記して、わかりました。あのハンコ押すから、はい、ここで。そうですね、はい、はい、じゃあぜひお願いします。はい、そうだね、はい、はい、多分納期今だからまだ変わんないでしょ。はい、今からだったらまだあの手配もしてないので。じゃあ、はい、じゃ見積もりはまた大川商事に出しといて。あ、承知いたしました、うん、また引き続きよろしくお願いします。じゃあ3ヶ月後楽しみしてる。はい、またあの店予約しておきますね。楽しみだな、福井よし、これで無事納品もできたし、昇進したし、順風満帆だぜ。